日本近畿地方京都府京都市西京区、桂坂ニュータウン、桂坂ニュータウンのハンプトホルト、桂坂ニュータウン、あるいは最強桂坂は、京都府京都市西京区の西部地域、落成ニュータウンの北方に位置する西洋環境開発が、かつて開発したニュータウンである。1983年から順次開発され、ニュータウンのほとんどが一戸建て住宅である。 西洋環境開発は宮城県七ヶ浜町の塩見台ニュータウンで試みたボンエルフをこのニュータウンにも使用しているが、ハンプの高さは塩見台よりかなり低くなっている。また、住環境維持のため、一戸建て住宅地区では建築協定も締結されている。その後、一部にマンションが建設された。中央部にはロータリー交差点が存在する。 道路の下には、下刈川が流れ、ロータリーの半分が橋という珍しい、ロータリー交差点だ。東西に渡るカツラ坂南本通りには、約400本のもみじバ風が植樹され、秋には、地域外からの撮影者が多い。しかし、近辺に駐車場を有する公園や、コインパーキングがないため、路上駐車の多発、また車道での危険な撮影が問題視されている。 カツラ坂地区は古代からあるカツラ地区とは重なっていない。京都市西京区の町名急カツラ村を三照落成ニュータウンと同じくと保険に最寄り駅は存在しない。バス路線が下記の域外にある鉄道駅と本ニュータウンの間を結んでいる。なお、京都市営地下鉄東西線の遠心部が東ニュータウン内を経由し、 落成ニュータウンへ至る計画があるが、実現の見通しは立っていない。域内に停留所、桂坂中央があり、本、ニュータウンを行き来するバスのほぼすべてのバスがここを、奇襲点とする。京都市営バスは、自社所有のバスターミナル券走車場を利用。京阪京都交通は、京都市交通局、桂坂走車場を、京都市営バスと共同利用。八坂バスは、 自社所有のバスターミナル検車庫を利用。京都市営交通局、桂坂走車場と、八坂バス、桂坂車庫はほぼ同一にある。路線停留所隣接する京都大学桂キャンパス。隣接する、国際日本文化研究センター小学校、編集中学校、編集大学、大学院、編集特別支援学校、編集児童、編集老人、編集他。 編集その他10を超える自動公演が整備されている。ありがとうございます。